音楽界に衝撃波。ナンバー・愛の新曲、ゴートが世界でミリオンセラー達成。ゴートをきっかけにナンバー・愛、no. に舞い込んだオファーとは挨拶、皆さん。今回はエンタメの最新情報をお届けします。有名音楽グループナンバー・愛が最新の公式インスタグラム投稿で世界的アーティストたちとの特別なコラボレーションを発表し、これが話題となっています。新曲、ゴートがリリースされ、 これによりミリオンセラーの夢が実現しました。キシユ平タ、紫ラ神宮寺ウ、ジングジユタによるデビューシングル、ゴートのダンスベデオがファンを引き込んでいます。彼らの笑顔あふれるパフォーマンスには楽しさが満ちており、それがコメント欄にも賞賛の言葉で溢れています。ファンの愛に包まれながら、3人は日本のトップシンガーとしての地位を確立しつつあります。平野紫耀さんは2024年春夏ファッションショーにルイ・ヴィトンから招待され、 パリを訪れました。その様子は彼のインスタグラムに美しい写真や風景と共に投稿され、ファンからは、パリが彼にぴったり、というコメントが寄せられました。彼のファッションセンスだけでなく、魅力も国内外で広がり続けています。平野氏は最も有名なファッションブランドの洋服やジュエリーをよく身につけており、ウィトン愛好者としても知られています。ここ最近では、香港のメンズコレクションへの招待や、 世界各国のファッションイベントへの参加などでオンライン社会で注目を浴びています。アーティストとしての地位を強く意識する平野志洋さんは、デビュー曲 GOT の成功により、その影響力を410万人以上のインスタグラムのフォロワーたちに示しています。彼は国内外に広がる大きなファンベースを築き上げています。パリでの滞在中、平野志洋さんは様々な著名人との交流を深め、 その様子をインスタグラムに投稿しています。アメリカ人ラッパーのスウェイ・ D、フォロワー数億1219万人や韓国のアーティストガット7、フォロワー数775万人との交流は、ファンにとっては嬉しい驚きでした。彼の世界的なアーティストたちとの親交は、ますます深まっています。今後、平野潮さんとナンバー、愛は、ますます活躍が期待されています。 彼らは世界に進出し、異なる文化との交流を通じて多様性と豊かさを表現しています。私たちの仕事は、彼らのすべてのプロジェクトが成長できるように常にサポートし、フォローすることです。